あれとあのあれスティックがあればいいんだけど、いやーし、おいっちゃったねえ、自分のビール買えようはねえんだろう、うん、ねえ、うん、千代神さん、これからもよっちゃんにナイスお願いしますって、ありがとう、みうぶ娘様、ありがとう、けていちゃんって、行くの早い、笑うってね、アメリカンドッグはセブンが美味しいって、そうだよね、みーちゃんね、うん、千代神さん、みーさん、わかりましたって、ありがとうね、うん、みーさん、今日の暑さ、わかりました、今日の朝うなぎを食べました、うわーいいな、豪勢ね、みーさん、うん、ね、うん、みーさんとみーちゃんがいるんだね、似てるね、ともこさん、ビッグフランクのことって、うん、フランクフルトじゃなくってね、うん、なんつうあれは、なんつうだっけ、フラン、そうそう、ビッグフランクっつうんかい、皮があるやつ、コリコリしてうまいね、あれね、うん、ねえ、ともこさん、おいしいね、あれ一つ食べたら結構おいしいよ、うん、お腹いっぱいになっちゃう、うん、ジャンボフランクローソンってね、うなぎいいな、大好きってね、今日はそうめんとおにぎり煮こう、うん、白熊アイスチョコバーを食べたよって、ここのところ暑いから、うん、3時のおやつはアイスジュースで適当に済ませるってね、うん、私今日ちょっとデーで食べ過ぎた、量が多かったからね、うん、夜はそんな食べなくてもいいんだね、うん、そう、こちら、うん、ピアちゃんがアメリカンホットドッグって、うん、そう、あれ美味しいね、皮がかぶっててさ、コリコリしてさ、うん、フランクフルトよりアメリカンドッグのがうまいね、私はね、うん、うまいね、フランクフルトをね、買ってきてっつったらね、慎吾に言ったらね、あ、機長さん来た時、うん、その時機長さんがね、あの、あーね、あの、フランクフルトなかったんで、このホットドッグ買ってきた、ね、買ってきてくれた、私に、うん、冷やしそばも買ってきてくれたよね、機長さん優しいね、うん、本当に、うん、こちらデーでは何を食べたんですかって、やっぱりアメリカンドッグ美味しいってね、信行さん、よしえさん、かわいいなって、結婚してって、また、うん、あれ、のぶゆきさん、子供いるんじゃなかった、うん、母ちゃんがいるって言わなかった、うん、母ちゃんみてえなんがいるなって、うん、子供は3人いるなって言ってたような気がするんですけどね、うん、千代神ちゃん、暑さで食欲ないのでうなぎ食べては体力つけてますってね、そうだよね、翼には負けたくないってね、娘さん、またプロポーズってピアちゃん、ゆせさん、鶏肉、ゆで卵を食べてるといいですよって、ゆで卵でサラダ作ったらって、うん、みーさんもよく、あのね、ジェイさんが暇があるとき、ゆで卵をゆでてってよく言うんだよね。まだできてない。ね。うん、卵ね、今一つしかねえんだ。うん、ね。おいしいよね、ゆで卵ね。うん、最高だいね。うん、ひとみちゃん、よしえさん、まだまだ若いです。浮気に注意って、そんなことないでしょ。デイサービスって、うん、疲れお様でしたってね、信行さん、子供は3人いるけどよっちゃん幸せにするぞって、いやいや今日なん、いや、うん、こちら
ひとみちゃん、卵はタンパク質いっぱい入ってる。太りにくいからいっぱい食べてもいいんだよ。あ、そうなんだ。こちら、みー元産む娘さん。朝はゆで卵2個でタンパク質取ってる。あ、そうなん。2個食べればいいんだ。堂々と不倫宣言、面白いってね。秘密のプラセンタさん、ヨシエさん、クローバー、違う名前で今来てるよ。気をつけてね。本当に本当ありがとう、ありがとうね、いつも教えていただき、ワイワイありがとう、ありがとうね、秘密のプラセンタ様、ありがとうございます、ありがとう。みーさん、ヨシエさんの記憶力ってね、ワイナイス、笑うってね。塩神ちゃん、ありがとうございます。みんなで仲良くしたいので面白いと言われて嬉しいってね。こちら、ひとみちゃん、おめでとう、ありがとうございますって、ありがとう、そうなんだ、ねえ、そうなんだ。秘密が飽きてるってよ、クローバーさんが、気をつけてって言ってくれた。どれがクローバーさんかな、あ、じゃあちょっとアンチがいるってこと、アンチでもないけど、ちょっといるってことね、誰だろう。本当記憶力すごいねって、こちら認知症にはならへんねって、そうだね、記憶力はあるよ確かに、クローバーって誰って、アンチなのかなって、ちょっと心配ねって、そう、なんかね、昨日パピオンとクローバー、あのあれしたブロック、パピオンとクローバー、そう、信行さん、明日迎えに行く新婚旅行行こうぜだってね、ねえ、ほんと、ねえ、この足じゃ新婚旅行行けないよ、足が動かねえ、どうしたらいい、ありがとうね、ああうまいな、クエリアス、喉渇いてたんだね、おいしいね、おいしいよ、美味しかった、なんか美味しいな、今日も一生懸命頑張ってきたよ、デーデー、楽しかったよ、ね、すごい、まゆちゃん、エアコンついてますかって、ついてる、2台ね、慎吾の部屋と和室についてるよ、ね、こっちにね、開けとけば来るんだ、こっち、無言に笑うってモカちゃんが、ね、本当、明日迎えに行くって、新婚旅行行こうぜってね、たまちゃん何、たまちゃん今日もらって食わないかさ、かわいそうね、ね、かわいそうよたまちゃんね、うまいな、クエラス、今度は下痢にならなきゃだね、これ食べてもね、千代神ちゃん、ヨシエさん、デイサービス行ってるんですかって、はい、行ってますよ、車椅子でね、足が悪い、足と腰が悪い、でもだいぶ良くなってきたけどね、腰もね、35度ぐらいありましたよって、こちらも、そうなん、熊谷は、すごいってよ、熊谷もっとあるあの温度がね、熊谷って暑いんだよね、
何度っつったっけ、うん、え40度時計って言ったよ、うん、ねえここの秩父が37点いくつって言ったな、うん、多分例の人が言ってたよねえ、うん、ねえ、うん、こちら何、うん、赤らく、よせさんこんばんは。不自由人のドッグストア、セイムにリンゴを吸って3500円くらいで高かったから買えませんでした。そうなんですか、うん、そのぐらいするよね、うん。あれでもさ、薄めて飲めるから、うん、一つ買っとくとすごい飲めるよ。ね。薄めないと高いけど、うん、7のところにメモリーねあるからあとお水で薄めればいいんだ。だからかえって安いよ、うん、ねえ、うん、赤らくさんってねこちら、うん、良い人の方の赤らくさんねってこんばんはってこちら桃吉さん、よせさん、こんばんは。こんばんは。こちら、そうなんです。教えていただき、ありがとうございます。ってね。ゴールデンキャデラックさん、いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。ナシさん、ここはリブありなんですかって、うん。こちら。リブの問題でちょっといろいろあったんだけどね少しぐらいでいいかなって感じになってたんだよね、うん、そう、うん、体調は大丈夫ですかってうん今大丈夫ですね、うん、ありがとう、うんうん、こちらいえいえ私もここ来たばかりでヨちゃんのことがまだ未知なので一緒に、設計についてってね、うん、なしさん、結構リブがあるから心配になったってのそうだね、うん、どっちかっていうとねそう、うん、そう思う、うん、そうだねナシさんね、うん、それあるよね、うん、確かに、うん、そうするとやっぱりナイスもね少なくなっちゃうんだよね確かにナシさんが言う通りかもね、うん、桃吉さんよかったってね栄一さんデイサービス行ってきましたか皆さん元気でしたかはい元気ですありがとうありがとうね、うんうん、リブは控えめでねよっちゃんってありがとうなしさん、うん、本当だよねわかるなしさんわかるよなし、うん、さんの言うことよくわかる、うん、ね、うん、あんまりね、うんわかるね、よしえさんってわかるよ、うん、そうねえ、本当だよね、うん、多分ね、私の考えだけどね、あのさクローバーさんが誰かに化けてると思う、うん、さっき言ったでしょ、うん、クローバーさんがね、あの七瀬のふわっちくんがクローバーがいるからって気をつけてって言った、うん、私分かるような気がする、うん、ねクローバーさん、うん、ほら一回こあれ消したでしょブロック、うん、ね私アイスが好き、うん、アイス食べるっていつも、うん、おじいちゃんは8個も食べるってアイスのことばっかり言ってた、うんヨセさん、なかなか良い、ね、スリーしてますね。笑うって。わかるよ、秘密のプラセンターさん。大体わかる。うん。わかるよ。ありがとう。ありがとうね。ワイン、ありがとう。
ありがとう、うん、ありがとう、うん、ね、わかります、うん、ね、うん、あっこも食べる、やばいってね、ほれ、笑うってね、もかちゃんそうだよね、うん、だいたいね、わかるよ、うん、だいたいね、コメントがうんとあるのがそうだよ、そうでしょ、秘密のプラセンターさん、長いコメントやる人って、あのクローバーさんと同じ、私大体わかるよこういうの、うん、わかる、うん、そう無理、うん、スミリがすごい、うん、ほれって、うん、ね、うん、笑うってね、ね、うん、おじいちゃんアイス8個も食べてやばいわって、うん、ね、わかるわかる、うん、私分かった誰だか、うん、Jさん、ヨシエさんこんばんは、デイサービスお疲れ様でしたって、ありがとう、ありがとうね、うん、いつもありがとうおじいさん、ナイス押しましたって、ありがとうございます、ありがとうおじいさん、ありがとうございますね、うん、まゆちゃん、風船ありがとう、ありがとうね、うん、まるちゃん、よせさん、すごい、笑う、うん、わかるよ、うん、大体わかる、うん、アイス8個も食べたの、うん、アイスアイスって、うちはアイスでやだってね、うん、わかるよ、コメント見ててわかる、誰だか、うん、そう、うん、何、子供たちの面倒を見るので私は消えますってね、ナイスをしたよって、うん、ガーナチョコのアイス美味しいよって、うん、モカちゃん笑うってね、わかるよ誰だか、うん、ねえクローバーさんと同じだもん、名前は違っても、わかる、でーでー歌いましたか、うん、歌いましたよ、うん、今日はね、うん、東京だよ、おっかさん、石枕千代子さん、うん、あとはね、うん、あの金田達恵さんの博多恋ごよみ2曲歌いました、うん、本当はねカラオケなかったんだけど、手作りおやつっつんで、うん、あのたらし餅が出たのね、うん、たらし餅がね、うん、作る時間があるんでね、ほんでカレンダー、あの作りがあったんだけど、カレンダー、作ってない人でも歌が歌いたかったら歌っていいって言われたから、まずカレンダーいらねえから歌歌おうっつうんでね、歌歌った、うん、デイサービスカラオケあるんですかって、はい、あるんですよ、うん、楽しいですよ、うん、だいたいね、一人二曲ずつ歌えるね、うん、歌えてよかったねって、うん、よかったよ、うん、よしえさん、お上手ですもんねって、いや、とんでもないですよ、うん、ロケロケちゃん、うん、よかったよ、歌えて、うん、でもね、睡眠不足だからうまく歌えないんだよね、でもね、6時間は寝てるね、うん、前は3時間で行ったことある、うん、だけど今度は早めに寝たから、うん、6時間は寝てるね、うん、そうね、うん、ああ長沼純子さんこんばんは、今日はデイサービスに行ってきたのって、そうです、はい、うん、シュレシュレちゃん、ヨシエさん、デイサービスでも人気もんですねって、そんなことないですよ、うん、ね、うん、そんなことないよ、うん、自己流で歌ってるだけだからね、うん、ね、こちら今日の服はシンゴが買った服って、違う違う、うん、シンゴが買ったのはさ、うん、コンロと水玉、うん、これは自分で買ったやつ、うんうん、
ちょっと細かくて見えないけど一応レースなんだよね。ね、レース、うん、そう。こちら、うん、慎吾はパチンコですかって、うちにいますよ、うん、自分の部屋にね、うん、いるよ、うん、ねえあれ、うん、レースおしゃれですねって、ありがとう、ありがとうね、おっちゃんいますねって、うん、何買ってきたの？何も買ってないよ。ビールだっかい、うん、自分の飲み物だっかい。あれ、虫はどうした？チャームシは私食ったよ。チャームシは私食ったよ。食べてていい。はい、おっちゃんいますねって。あ、みなちゃん、しんごさんと違ってよしえさんは偉いですね。ありがとう、ありがとうね。ぶつけじろうさん、プリンって、ありがとう、ありがとうね。ぶつけじろうさん、ジェジェってね。もかちゃん、あいちゃん、笑うってね。えしゅれしゅれちゃん、いつもチェックのがら、笑うってね。まるちゃん、夕食ご飯はって、うん、今日はね、例でうんともらって食べてお腹いっぱいだから、うん、大したもん食べたくねえんだよね。だけどさ、うん、なんかパスタね、茹でるんだって、うん、私茹で方知らねえんだけどね、ちょっとね、うん、今度パスタで、うん、なんかパスタあんまり好きじゃねえんだけどな、作って茹でるんだって、俺は食べるんだって、もう作り方わかんないんだよね。ちょっとね、あのあれだよ、いくらかお話したらね、パスタ茹でるんだって、なんかわかんないけど茹で方わかんない、私は思いも持てねえしさね。よせさん、一段と綺麗だって、ありがとう。ぶつけじろうさん、あきら先輩、デイサービスで何しましたって、うん、体操したり、うん、いろいろ楽しかったよ。テスト、テスト、うん、さっきみんなにテスト見せたよ、見せたよ、うん、俺右と左どこが違うかって丸くれんだよ、違うとこね、うん、簡単だよね、こうやって簡単だよ、皆さん計算、こんな計算簡単だよ、うん、引き算と足し算間違わなきゃ絶対大丈夫だよ、うん、満点だよ、イオ満点の夜ね、イオ満点、うん、これなんて簡単だよ、これなんて簡単だよね。例えば、串立つって書いてある、串立つね、串立つって絵があって、串立つは何って言ったら靴下って書けばいいね、正解よね、全問正解よ、こんなの簡単よね、これ、うん、これね、ここに例があるでしょ、串立つって書いてある、ほんで靴下の絵があるの、おざく、靴下って書けばいいね。その下にね、スモコスって書いてある。スモコスね。スモコスはコスモスってことね。そうでしょね。これで下はね、デナコシって書いてある。デナコシね。デナコシじゃなくナデシコ、ナデシコ花の名前ね。あとはセモクインキンってあるの、セモクインキン、これは金木犀ね、金木犀ね、簡単でしょ、うん、これ、うん、モコレウアってあるの、モコレウア、モコレウアってのは割れモコってこと、割れモコね、そう、ほんでさ、ヒバガンナってあるの、ヒバガンナ、ヒバガンナっつうのはヒガンバナのこと。ね。
これ花の名前に変えればいい。簡単でしょ。ドンデュってあるの。ドンデュね。ドンデュはリンドウってこと。リンドウね。こんな簡単だよ。ほらね。簡単かの字。簡単すぎるよ。ね。私満点だから、いつも6点もらっちゃったよ。簡単だよ。あとはさっきも言ったけどさ、ね、俺言ったでしょ。例えばさ、 A さんと B さんがいるんね。 A さんね、 A さんがさ、カニ寿司弁当買ったんだって。400円なんだって、カニ寿司弁当がね。ほんでね、釜飯弁当が350円ね。あとシュウマイ弁当が200円。弁当見つかったわけ。ほいで合計はいくらかって下に書くんね。400円、350円、200円、だから950円って書けばいいんだよね。弁当3つね、合計950円。例えば B さん、今度は B さんがね、B さんがさ、ます寿司弁当だって330円だって、ますはね。ほいでイカ飯弁当が250円ね、250円。ほいで牛飯弁当が400円。これ全部足せばいいんだよ。こうしたら980円だよね。B さんが合計が980円、A さんは950円。こんなん簡単だよ、あんたね。えこんなん簡単ですよ。ね、お弁当の絵があって値段が書いてあって、 A さん B さんがこれ別にこう買うんよ。で合計足せば、下に合計書けばいい。ねえ、簡単ですよ。ねえ、簡単彼女だよ。いつも満点だよ、私は。いよ満点の夜。ねえ、そうだよ。あとは塗り絵。塗り絵ね。今日の塗り絵。これさ、時期外れだけどね。いいねって強がるの。ノートレーって。あきら先輩、昭和の弁当値段、笑うってね。また後で行きますって。もかちゃん、わかった。ありがとう。ノートレだねって、まるちゃん。ロケロケちゃんってね。あとは塗り絵、塗り絵。これね、お塗り絵。今日塗った。ほら、塗り絵だよ。ほら、塗り絵ね。これね、今日塗った。塗り絵ね。こういうことやるの。ね、塗り絵やったり、テストやったりね。そう、よろしくね。今日は2000円くらいかかるんだって。とんでもねえよなーって。何これ、2000円、何、今は2000円くらいかかるんだって。とんでもねえよって。よっちゃん上手ってね。グラデーションも使って、綺麗に塗れてますねって。そう、一色じゃないのよね、私いつもね。アリトルミーちゃん、いつもありがとう。こんばんは。ナイスしましたって。ありがとう、リトルミーちゃん。いつもありがとうね。ありがとう。リトルミーちゃん、ありがとうございます。よし、よっち、上手って。ありがとう。ありがとうね。こちら、よろしくねって。とんでもねえよ。おーなーって、ね、なんか、デーは楽しいですよ、皆さん、ね、年取ったらデーはいいわよ、最高だわよ、ね、ね、足が悪くない人も言ってるよ、ちょっと地方症の人もね、ほど自分の席分かんなくなっちゃうんだよね、トイレ行ってくるとね。足が歩けてても、私は足が歩けねえから、ね、頭しっかりしてんだけどね。ぶつけ次郎さん、資生堂のコマで、るねって、出れるねって、ね、CM
そう？稀勢殿の CM 出られる？本当綺麗ってことだよ。あ、そうか、ありがとう、ありがとうね、こちらさあ、にゃんちゃん、よしえさん、今日もナイスに来ましたって、ありがとうございますね。さあ、にゃんちゃん、ありがとう、みんなありがとうね、ありがとうで行ってきたんだよ今日。さあ、にゃんちゃん、ありがとうございますね。え、みんな優しい、よっちゃんって、よっさん、市場元気なんじゃないんって、市場元気なんじゃないんってね、そう、元気でもねえんだよね、足と腰がね、そう、口は元気なんだけどね、口だけ確かでね、おいしい。さあ、にゃんちゃん、デイサービスはどうでした？よかったよ、楽しかったよ、午後の体操と、ね、午前の体操がある、ね、いろいろ体操してさ、これみんなでさ、こうにやってさ、こうに、こんなの簡単だよね、こうにね、こういうのね、こういうの簡単だよね、こう簡単でしょ、ね、これ簡単ね、すごい簡単やんって。例えばさ、こっち折っとくんよ一つ、これでやってこん、これ難しいよね、こうでしょ、はい、やりますよ、こっち折っときますね、はい、こう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 ね、こっち折ったってるね、そしたらこっちを折ったらこっちが出る、そうだよね、で、これが出るときはこれが出る、で、次がこうね、次がこうだよね、次がこう、おっと、こっちこう折れてるね、難しいんだよこれ、すごいやんって、ね、ここでやるとできるけど、でやると分かんなくなっちゃう。あとはさ、いつもね、胸はグーって出すんがパーってなる、これね、これね、はい、1、2の3つんでさ、さーってこっちをグーね、胸がグーね、こうなる、グー、これ簡単だよね、常に出す方がパー、グー、あ、こっちか、あ、ちぎった、こうね、こういうのもやる、こういうのもね、折るのもやる、いろいろ、あとはさ、こうやってストーンストーンストーンと落とすね、そうで、足はね、上げて曲げて伸ばして下ろす、上げて曲げて伸ばして下ろすとかね、いろいろあるんだよね、楽しいよ、ほんでお昼になってさ、今度は歯磨きだ、みんな歯磨いてくれる、入れ歯の人も磨いてくれるんだよ、外すとさ、入れ歯まで磨いてくれる、恥ずかしいね、入れ歯も磨いてくれるんだよねえ、それはめっちゃ早くできたら多分ナイス取れるよって、そうかね、うちのおばあちゃんデイサービス行って、デイサービス化粧するおばあちゃんがいるそうです。女性はいくつになっても女性ですねって、そうだね、ね、よしえさん、こんばんは、なおっぴですってね、そうだよね、化粧してる人いるよね、中にはね、でもね、お風呂入れば落ちちゃうけどね、ねえ、そう、私なんか色気ないからね、ねえ、ほんと、いや、いろいろあるわよ、難しいわよ、ねえ、ねえ、難しい、こういうの一番簡単よね、こういうのね、こういうの、こんなの簡単だよね、こんなのね、こんなの簡単、ねえ、何でもできる、これが難しいんだよな、
片っぽ男くんかな、自分でやるとわかるけど例だとわかんなくなっちゃうんだよね。こちら、あらまたまたイモリ、イモリ、イモリが来た、イモリだ、イモリが、イモリが、イモリが来た、見える、見える、イモリ、イモリ、イモリ見える、見える、見える、みんな見える、イモリ見える、見える、イモリにナイス、イモリにナイス、皆さん皆さん、イモリにナイス、ぜひぜひ、イモリも一生懸命応援していただいてます、イモリにナイス、イモリにナイス、よろしくよろしくお願いいたします、イモリにナイス、早く動けよイモリ、ヤモリか、イモリじゃねえ、ヤモリだ、うちを守ってるから気持ち悪いね、うん、やだね、やだよ本当に、見える、みんな見える、イモリにナイス、イモリにナイス、よろしくよろしくお願いしますね、ね、イモリちゃんまで出てきたわよ、ね、見える、みんな見えた、見えましたよってね、気持ち悪いね、はやとんぼさん可愛いよだって、ね、さあにゃんちゃん、よせいさん苦手なんですかって、私いやイモリやだよ、あトカゲとかさ、イモリは大嫌いだよ、うん、ゴキちゃんのが可愛い、ゴキちゃん可愛いよ、塩ビ服着て、うん、ゴキちゃん可愛い、塩ビ服だもんね、うん、よせいさん苦手って、そうみーさん見えたよって、はやとんぼさん可愛いよって、あきらさきって、ヤモリって、あぐーたらみおちゃんこんばんはって、いつもありがとうねぐーたらみおちゃん、あきらさん先輩、イモリは黒くてお腹赤く可愛いって、いやだこれが可愛いの、はやとんぼさん女の人は苦手だよねって、本当だよね、まるちゃんゴキは苦手だって、そう、私ゴキは大丈夫よ、塩ビ服着てるからね、いいわよ、結婚式の塩ビ服よね、私大丈夫よ、手で掴んでパッと打ちゃる、慎吾に言ったらおらやだおらやだだよね、男でもね、そう、千代神さん、ゴキちゃんの方が嫌です、あそうなん、芋ヤモリのがいい、千代神ちゃん、うん、嫌だよ、私ゴキちゃんだらつかめるよ、うん、これ嫌だよ、ヤモリは気持ち悪い、うん、ピオちゃん、ヨシエさんにナイスって、ありがとうピオちゃん、いつもありがとうピオちゃん、ナイスありがとうね、ありがとう、サニャンちゃんゴキちゃんダメってね、みーさんゴキちゃんダメだわって、みんなそう、ゴキちゃん嫌いって、ロケロケちゃんも、まるちゃん、慎吾の部屋にもゴキブリいそうだけどね笑うってね、ピオちゃん、まるちゃん、私のゴキブリ嫌いですってね、千代神ちゃん、やはりどっちも嫌ですって、そうでしょ、うん、ピオちゃん、北海道にはゴキブリいませんって、そうなの、いいね、うん、いいわね、いないんだ、うん、うちもね年中出てくることあるけど、いくつか見るだけでそんなに出てこないね、うん、そうね、うん、ロケロケちゃん、北海道、うん、飲食店だけは、うん、何たまに小さい茶羽猫ゴキブリがいますよって、そうなんだ、うん、飲食店にね、そうなん、うん、
ねえ、大変だよな、ゴキもな。でもやだよ、ヤモリは。あの尻尾、いつも出てくるんだ。昼間いねえ時もあるけど。2匹いるんだ。こっちにもいるけど、こっちのいねえな。最近どこ行ったんだか。2匹いるんだよ。やだね。うん。あ、まるちゃんって育ちはならないので、ゴキブリの怖かったですってね、ピオちゃん寝られなくなるよって。そうなんだ、怖いね、私ヤモリとかイモリとかさ、爬虫類嫌いよ、ね、爬虫類嫌だよね。あ、ありがとう、こちら空之助ちゃん、よせさんこんばんは、ナイスって、ありがとね空之助ちゃん、いつもありがとう、今日で言ってたからね、ありがとね空之助ちゃん、ナイス、ありがとう、ありがとうございますね、いつもありがとう。こちら、まるちゃん、暑かったね空之助ちゃんね、長トロも暑かったね。まるちゃん、ピオ怖いの分かりますってね、クマは雲ほうほうがましですってね、雲の方がまし、ロケロケちゃんってね、一中地中類大好きだよって、ピオーマルちゃんって襲われそうな気がしますってね。そうなんだ、いや怖いね、慎吾に言ったらさ、あんなの悪いことしねえから大丈夫だよって、うち中へ減ってくるわけじゃねえし、噛みつかねえからって、あの子言うんだよね、そう、空之助ちゃん、今日は軒下の温度計39度、いやを示してましたって、暑かったですねって、本当だよね、39度ね、いやー辛いね、私デーに行ってたからさ、割と涼しかったけどね、恐ろしいね。ピオちゃん、いつの間にか家に雲がいますってね。千代神ちゃん、飲食店はゴキブリちゃん、ネズミがいるところもあるみたいってね、そうなんだ、ピョンちゃん、空之助ちゃん、今日もって、何見えなくなっちゃった、ごめんね、ピョちゃん、ゴキが飛んでいた時あったからトラウマですってね、豚ハゲお前が言って、お前がお前がって言ってるくれ、言ってくれやって、うん、言ってくれやって、豚ハゲちゃん、空之助さん、ピヨそうなんですねって、一度飛んできた、経験あります、その時は危なかったってね、そうなんだ、ねえ怖いね、飛ぶんだからね、飛んでとあれだよね、みーさん、イモリは珍しいのかしらって、ゴキブリが飛びますってね、ゴキブリって生命力すごいんですよ、気持ち悪いってね。あ、神風ボーイさん、ポチポチ、ありがとうございます、ナイス、ありがとう、ありがとうね、千代神ちゃん、よせさん、ゴキちゃんが飛んでた見たことありますかって、あるよ、ある、ピオちゃん、マルちゃん、
APK から1万になるって。そうなん、うん、増えるんだよね、うん、困ったいね。 APK から1万になっちゃ困るね、うん、ね、大きいのとか小さいのもオンパレードってね。そうだよね、怖いね、やだね。ネット増えちゃう、うんこがすごいのよね。こうとこ潜ってさ、やだね、うんこされちゃ困っちゃうね。壁紙とかさ、やだよね、本当に全くね、困るよ。うんこなんだされちゃねえ、うんこ汚されるよって。大きいのとか小さいのオンパレードってね、本当だよね、本当嫌だよね、猫がじゃれるしね、黒いのが怖いって色がね、そうなん、大きいのって、うちの、ある程度大きい、もう何回か逃げられてるよ、そうね、逃げられてる、ね、ちょっと落ちっこしてきていいかい。今ねアクエリアス飲んだらおじいぼが寝たくなったよ、言ってくるね、落ちっこ漏らしちゃ困るからさね、言ってくるね、ありがとう。おちいこでたまらちゃったよ。よっこしょ。一二のよっこしょってね。行ってくるからね。よいしょ。よっこい。よいしょ。よいしょ。あっちの方、こっち暑くなってきた。
しょ。よいしょ。うそ、どっこいしょ。はい、お待たせしました。よいしょ。お待たせしましたね、皆さんね。ちょっとまた飲むかね。喉かくね。ちょっとさ、アクエリアスちょっと飲みますね。喉乾いた。冷えたの飲むとさ、下痢になっちゃうからね。いや、あったかいのちょうどいいよ、私。ねえ。ありがとうございます。よいしょ。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。待ってましたって。ありがとうございます。ひとみちゃん、おかえりなさいってね。ね、ひよちゃん待ってましたってね、血糖値高くなるからお水飲もうってね、くりまんじゅうさん、よしえさんこんばんは、で行ってきたんですねって、綺麗な服だねって、ありがとう、ありがとうね、ロケロケちゃんお帰りなさいって、ピアちゃん、ヨシエさん、お腹大丈夫ですかって、もう大丈夫になった、下痢はね、今日はいっぱいご飯食べたよ、デイサービスで、食べ過ぎるぐらいご飯の盛りが良かった、でも全部食べちゃったね、そう、だからお腹空かないね、今日はね、全然空かないね、ひまちゃん、よしえさんこんばんは、綺麗になってきましたね、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとう、ひまちゃんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、暑かったね今日もね、こちら、ディアちゃんナイスをしましたって、ありがとう、ありがとうね、料理配信ないからねって、今日、あるんじゃない、パスタ茹でるんかな、千代ちゃん、千代神ちゃん、私も お腹壊しました、水分ばかり飲みすぎましたってね、くりまんじゅうさん、ぴよちゃん、ひまちゃんこんばんはってね、ひとみちゃんな、なプロデューサーの関さんだねって、マツコちゃん、よしえさんこんばんは、ナイスしたよって、ありがとう、マツコちゃんナイス、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ナイス、ありがとうね、貴重なナイス、ありがとうございますね、皆さんね、ね、ありがとう、今育児な、13、14、15、16、17、18、19か、8時になるとこだね、8時になるとこか、そうだね、1日1回しかできないナイスって、そうなんだよね、そう、本当なんだよ、今ちゃんこんばんはってね、こちらできないナイスってね、そう、今日はって、そうだね、今日はってね、
鉄分のヨーグルトなんて私買ったのね。鉄分のヨーグルトあってよね。百個のナイスあげたいってありがとう、ありがとうね、ひよちゃんありがとう。百個寝る前はクーラー消してるのって、うち消してない、私が寝るんが大体いつも、2時半には寝ないね、あのまあね、便所で寝るときは6時ぐらいまで寝てる、腰掛けてね、あのね、眠り薬やると、便所入ると腰掛けて周り見ると明るくなってるんよ。で時間見るとさ5時半とか6時、クーラーつけっぱれだねずっとね、夜ね、ほんでさ昨日はさ、あのデイサービスだからある程度早く寝たからね、3時間じゃきついからさ、5時間ぐらい寝てるかな、そうありがとう、すずめちゃん風船ありがとう、すずめちゃん風船ありがとう、すずめちゃん風船ありがとうね、すずめちゃん風船ありがとうございます、ありがとう。吉江さん、一日のナイス、少数なんでナイスくらいですくらいです、ナイスの、目何あれ分かんなくなっちゃった、千代ちゃん、千代神さん、ピオちゃん、風船たくさんってね、女性さん、話があるけど聞いてもらえますかって、昨日団長っていう人が来たよねって、私がここにいるから9割ナイス引かれるって、信号に、言ってた、そんなことねえよ、そんなことないよ、こちら水のプラセンターさん、新しいクローバーはブロックされない、ギリギリを、攻めてくるみたいですよ、笑う、そうなん、本当ギリギリで、あ、ワイン、ワイン、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう。プラセンターさん、あれだよね、クローバーあれだよね、さっきまでいなかったよね、ねえ、なんとなくわかるよ誰だか、わかるけどね、ちょっとね、間違うとこもあるしね私もね、ね、ありがとう、いつもありがとう、ね、私が惹かれるならいいんだけど、真面目に慎吾さんに言ってます、そんなことないよ、ピオちゃん、プラセンターさん乾杯ってね、ピーちゃん今、ヨシエさんこんばんは、髪の毛団子みたいで似合ってるって、そう、団子、ハゲちゃった、ハゲになっちゃった、ハゲ頭だ上がね、そう、モカちゃんこんばんは、渡部さんパブルパールありがとう、ありがとう、ピオちゃん、ピオガミさんって、こちら、ひまちゃん、まるさん、こんばんはって、渡辺さん、渡辺さん、いいね、ニコ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ピンちゃん、ナイスしましたって、ありがとう、ありがとうね、ピオちゃん、ピオちゃん、はい、惹かれるからってね、店長さん、こんばんはってね、渡部さん、KP ありがとうございます、ありがとう、
ひまちゃんこんばんは。ドドドドヘホーって。ピオちゃん、チオちゃん、どういたしましてってね。ちおちちゃん、ちおちゃんつうの、どこにいるの、ちおちゃんがいるの、どっか、そうだと思うって。ぴよちゃん、ひまちゃんこんばんは。団長は分かりやすい古いタイプのアンチですよって。そうだね、団長さんって私もね、アンチかなと思った。昨日いたよね、確かにね。そう。あ、千代ちゃんって千代神ちゃんのことね。あ、そうかそうか。そういう意味ね。千代ちゃんね。そういう意味ね。北斗さん、こんばんは。って。北斗さん、ピオ、はーい。って。北斗さんはまだ来てないか。店長さんこんばんは。店長さんこんばんはってね。あ、カシーさんいつもありがとう。こんばんは。ナイスをしたよって。ありがとうございます。ありがとうカシーさん。ありがとうございますね。いつもありがとう。ありがとうございます。本当ありがとう。ピオちゃん来てないよ。ひまちゃん、ね、よければナイスナイスお願いしますって。もかちゃんありがとう、ありがとう。まるちゃん、もかちゃんってね。ポチ一緒にご飯食べようって。ポチポンってね。よしえさんって。あ、ファミレス店長さん、みーさん、まるちゃん、こんばんは、今日もってね。くりまんじゅうさん、あれは私も食べたいって、もかちゃん、あいちゃんをよろしくってファミレス店長、ひまさんってね。こちら、みーさん、こんばんは。くりまんじゅうさん、みーさん、店長さん、こんばんはってね。どんこちゃん初コメですって。ありがとう。どんこちゃん初コメの方、よろしかったらナイスナイス、よろしくね。よろしくお願いしますね。ポチポンちゃん笑うってね。ファミレス店長さん、クリマンさん、こんばんはってね。どんここんばんは。どんこちゃんナイスしましたって。ありがとう、ありがとうね。ありがとう、どんこちゃん、ありがとう、かわいいね。ピオちゃん、どんこちゃん歓迎ってね。クリマンジュウさん、ひまちゃん水面になっちゃうねって。兄さん、クリマンジュウさんこんばんはってね。ね、あちいな、あちあちあちよ、ね、ありがとう、ありがとうね。ちょっと飲むね。暑いよねって。暑い、暑いよ、さあ暑いよ、ピオちゃん暑いよねってね。暑くてどうしようねえわ。どんこちゃん、信号軍から知りまして、今はよしえさん応援してますって。ありがとうございます。ありがとう、どんこちゃん、ありがとう。ぴよちゃん、飲んでも飲まれないで、飲んでも飲まれないでねって、ね、そうだね。アクエリアス飲んでる、喉がカラカラになっちゃうね。そうよ、ましていればだからね。いれば YouTube で有名だよねって、誰が、どんこちゃん、どんこちゃん YouTube やってんの。そうなん、
本当、うん、本当に、いや私 YouTube って知らないのよ、うん、なんだかね、うん、自転車のチューブは知ってるけど YouTube って知らないのよ、うん、そう、温かいリブありがとうございます。よせいさんも皆さんも、ってね、よせいさん YouTube で有名だよって。嘘でしょ、私 YouTube 知らないわよ、うん、ねえ、自転車のチューブなら知ってるわよ、バラブとチューブなら知ってるけど YouTube って何なの、うん、わかんないわよ、うん、モカちゃん笑うってね、うんうん、ひまちゃんナイス足りないのでよろしくお願いしますってね。いやひまちゃんも大変だね、いつもナイス足んないから大変よ。ひまちゃんわかるよ、まして今日デーに行ってたからね、大変よね、うん、皆さんデーに行ってたぶにナイスナイスよろしくお願いしますね。ねえ、あやもりもたまちゃんも応援してます。ぜひぜひ皆さん皆さん、ヤモリもタマちゃんも応援しております。押してない方、ぜひぜひナイスナイスよろしくお願いしますね、よろしくね皆さん、うん、ひまちゃんいつもナイス呼びかけありがとうってね。グリマンジュさんもはじめましてこんばんは、よろしくお願いしますってね。余ってるナイスたくさんたくさんお願いしますってね、ファミレス店長さん、例には猿股でうろうろしているおじいはいるのかなって、うん、おじいはおじいはいないよまだ、うん、じじいはサルマタでうろうろしてるのはフジマートだよ、フジマートだよね、うん、元気ね、今日も笑うってね。みーさん、よせさん人気よ、アムチン、何アムちゃん、よせさんの名前呼んでたね、本当にみーさん本当本当、私の名前呼んでるん、アムちゃん、アムチンさんが、いや嬉しい本当に、あれ見たいな、呼んでくれたん、そう、いやマツコちゃん、ヤモリや応援してますよって。私も2017年頃から慎吾さん見てきたよ、あそうなんだ、千代神ちゃん、あモカちゃん、あれ消えちゃったよ、サルマタは家だけで十分ですねってあ、ファミレス店長さん、フィーちゃん、サルマタは家だけで十分ですねって、そうですよね、ねえ、ピオちゃん、シンゴさん、甘えん坊ってね、ドンコちゃん、私の母と同じくらいの、よしえさんすごいです、私の母はメールもできないんですよって、そうなん、うん、私もできないわよ、これだけできるだけだよ、ピオちゃん外で入ってたら捕まるよって、うん、深爪さん風船ありがとうございます、深爪さん風船ありがとうございますね、ありがとう、うんね、うん、もしよろしかったら深爪さん初めてかしら、よろしかったらよろしかったらナイスナイスよろしくお願いいたしますね、こちらファミレス店長さん、ウィーちゃん、ビオちゃん、暑いとおかしなおじいが出てくるんですよってあ、面白い、うん、くりまんじゅうさん、どんこさんのうちの母もよせいさんも75だけど、メールやネットなんて
したことないでって、うん、こちら猿股笑うって千代神ちゃんが、うん、ビオちゃんファミレスさんそうですねって、うん、ね、うん、面白いね、うん、今度は猿股で出てこねえんじゃね、猿股だとバンになっちゃうんだよね、うん、私も2回なったからよ、おじいも2回なってるんだ、うん、今度はなったら困るからね、ねえ、私も知らないでさトイレ入ってねスカート下げに出てきたんだって、本人知らないんだよ、私ねスカートが長いんだよね、お腹へっこんじゃったから、だからね、うん、スカートねあのトイレの下につくと汚いからいくらかまくって入るんだね、うん、万一ってね、ね、猿また番になるんですか、そう猿またじゃダメ、うん、そうなんだよ、うん、どんこさん、くりまんじゅうさん、よせいさん同じで安心しましたよって番ばかりってピオちゃん、うん、もう何回もなったんだ、うん、気をつけねえと、うん、あと30年経ったら猿またチャレンジしてみますってね、うん、もうかちゃん笑うってね30年ずっと70だから100歳だよ、うん、猿股チャレンジ30年、うん、30年だと100歳、うんうん、化石になっちゃうよ、化石化石に猿股履かせるようだよね、30年経ったら猿股ってね、うん、ね、こちら、うん、笑うね、うん、若いんだねってピオちゃん、あけたん猿股って捨ててこのことかと思ってたけど違うみたいってね、ピオちゃん私は女だから知らないって、そうなんだ、うん、そうなん、うん、下着はダメってことだねって、そうだよね千代神ちゃんね、そうももかちゃんひまちゃんドドドドドドってビオちゃん猿股初めて、うん、あ聞いたよって、うん、どんこちゃん気持ちですってありがとう、こちら宝石なんだっけ、宝石だよねこれね、貝殻だごめんね、どんこちゃん貝殻ありがとうございます、ありがとう、どんこちゃん貝殻ありがとう、ありがとうね、いっぱいありがとうね、お前がお前がお前がアラブの石油をインデル・ビル・ゲイツ・ソフトバンク・ソンマス、ありがとうございます、ありがとう、どんこちゃんありがとうございます、こちら、何キツネさん、ヨセちゃんにナイス送りますって、ありがとう。キツネちゃん、ありがとう。イチゴさん、ありがとうね。ありがとう。クリマンジュさん、ドンコさん、ナイスアイテムって、ありがとう。ピオちゃん、金持ちになれるってね。ミナちゃん、ヨセさんが、デーデー元気になって、何よりだよって、ありがとう。あどんこちゃん、よしえさん、コールもナイスって、ありがとうね、うん、ありがとう、ビオちゃん、ナイスナイスナイスってね、山岸、もう何、山岸ゆか子さんは恋をするって、よしえさん、はじめましてって、あ、はじめまして、山岸花子さん、ね、あ、初コメの方、よろしかったら、よろしかったらナイス、ナイスよろしくお願いいたしますね。恋をするってね。ぜひぜひナイスよろしくお願いしますと。こちらファミレス店長さん、ウィーちゃんってコメントがわかんねえ。ピオちゃん、ヤミキハの恋をするって。ピオちゃん、面白い。ネーミングってね、
ゆかこです。あ、ゆかこ、あ、そうか、山岸、ゆかこさん、あ、本当だ、ごめんね、ゆかこさんです、よろしくお願いしますってね、ビオちゃんこんばんはってね、ビオ、ゆかこいい名前ってね、もかちゃん時々なんか飲んでくれよ、悪いけどよって、ありがとうありがとう、喉かくもんね、あ、山岸ゆかこさんは恋をする、ありがとうございますってね、ありがとうね、ナイス、よろしかったらお願いしますね、ゆかこちゃん、ゆかこちゃん、ぜひぜひナイス、よろしくね、飲んでも飲んでも。